ハンブルク教会誌の複製ブレーメンのアダムは中世ドイツで最も重要な年代記編者の一人である。彼は11世紀後半に生まれ執筆活動を行った。最も有名な著書はハンブルク教会誌である。ブレーメンのアダムの生涯については彼の表した年代記に比べほとんど知られていない。彼はザクセン州のマイセン出身であると言われている。 生没年は明らかになっていないが、おそらく1050年以前に生まれ、年は不明であるものの8月12日に没したらしい。彼の表した年代記によれば、アダムは多くの著述者と親しく交流があったと考えられる。賢者、アダムという肩書きから彼がより高度な教育課程を全て終了したことが伺われ、このことから彼はマクデブルク市教座制度を付属新学校で学んだで、 あろうと推測される。1066年もしくは1067年に、アダムは、ハンブルク大司教アダルベルトの招きで、ブレーメン大司教区へ加わった。アダルベルトはアダムが、広塚さ教区の文学的な評価を向上させると、確信していた。アダムは、ブレーメンの教会参事会員たちに受け入れられ、1069年には、大聖堂付属新学校の学校長になった。 その後まもなく彼は、ブレーメンとハンブルク、そして北の島々すなわち、スカンディナビア諸国の歴史について、年代記を執筆し始めた。当時ブレーメンは、商業と交易の主要都市であり、商人や宣教師はここから各地へ旅立っていった。初期のハンブルク大司教座は何度も攻撃を受け破壊されたため、外敵からの保護を目的に、ブレーメン大司教区と統一された。そして、 司教アンスガールの代から300年の間、ハンブルクブレーメン大司教区は北方布教の拠点に指定され、スカンディナビア、ロシア北西部、アイスランド、グリーンランドの布教活動すべての管轄権を握った。アダムは自分のシメル地位とブレーメン教会の布教活動のおかげで、ドイツ北部の歴史と地理に関するあらゆる情報を集めることができた。 デンマークオースベン2世の宮廷に滞在した際、彼はデンマークとスカンディナビア諸国に関する歴史と地理についての知識を収集する機会を得た。アダムの最も有名な作品、ハンブルク教会誌は大司教アダルベルトが成拠してから書き始められた。全4巻で構成されており、ハンブルクブレーメン大司教座や北方の島々について、1巻から3巻は主に歴史、4巻は 地理について扱っている。アダムはブレーメン教会の図書館中の資料を自らの手で探して、アインハルトやカッシオドルスをはじめ過去の歴史学者の著書を参照し、それらをもとにこの本を表した。初版は1075年もしくは1076年に完成したが、アダムは1080年代に亡くなったため改訂や過失は行われなかった。一巻はハンブルクブレーメン教会と 北ヨーロッパにおけるカトリックの伝道活動について書かれており、788年以降は他の書籍を参照しないアダム自らの記述であり、13世紀まで北ヨーロッパに関する知識の情報源となった。2巻は1巻から引き続き歴史を扱っているが、940年から1045年にかけてのドイツの歴史も記述に含まれている。 三巻は大司教アダルベルトの功績について書かれており、これは中世電気文学において画期的な出来事であったと考えられている。四巻、北欧諸島史は1075年にほぼ完成したが、スカンディナビアの民族や慣習について現地における布教活動の進展と同じくらい詳細に記述されている。アダムは北ヨーロッパ改修の支持者であった。 スカンディナビアは、当時ようやく宣教師たちが段差を始めたばかりであった。ため、この巻はおそらく将来的に宣教師たちを奮起させ、不況に導く目的で書かれたらしいが、詳細な描写が、キリスト教系以前のスカンディナビアについての重要な情報源の一つとなった。また、後に、北、アメリカカナダのニューファンドランド島と同定された、ビンランドについて、 ヨーロッパの記録の中で初めて触れられたものとしても知られている。現在日本語訳が存在せず放題が確定していないため暫定的にこの表題を用いることとする。ヒースメーン、姿子、バイキングの考古学同性者、2000年、ありがとうございます。